E プラスをご覧の皆さん、こんにちは。キノコ帝国ギターボーカルの佐藤です。今回キノコ帝国は2月6日にニューアルバムユーリカをリリースしました。そのリリースに伴い、全国10カ所ほどツアーを回ります。金沢と福岡、仙台、あと千葉、横浜、大阪、名古屋、あと最後に東京で初のワンマンをやることが決定しています。初のワンマンということで、メンバーの思い入れもすごい深いんですけれども、今までで一番長い尺でライブができるので、自分たちもすごく楽しみにしています。ぜひ、ライブに来たことがある方も来たことがない方もぜひ足を運んでいただきたいなと思います。以上、キノコ帝国ギターボーカル佐藤でした。